経営学、時事解説、人材育成、ビジネスメソッドをあなたに届ける新時代ストラテジーチャンネル。はい、こんにちは、しあすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は引きこもりの原因というテーマのお話を聞いていただきたいと思います。まあ、例えば家族4人の中で1人引きこもっている人がいると、まあ、そういう過程で話をしてみたいと思うんですけど、まあ、家族4人の中で1人引きこもっている人がいるとした時に、じゃあその引きこもっている人の引きこもりの原因は何なのかということですよね。で、これはすごく簡単で、ね、その1人の人が引きこもっているのは残り3人の中にすごく外にばっかり焦点を向けている人がいるからですよね。残り3人の中にすごくこう外にばっかり焦点を向けてる人がいるから、だから1人の人が引きこもってるということです。もしかしたらですね、引きこもってる人がいたら、その引きこもりの人の原因だと、ね、その人本人、その人の内面に問題があるっていうか課題があるように見えるかもしれないんですけど、人間関係っていうのはまさに文字通りなんですよね。まあ、つまり関係によって起きるということなんです。で、その人の、ね、絶対的な個性とか絶対的な気質によって起きるものではなく、関係によって起きるんですね。だから人っていうのは絶対的にポジティブな人っていないんですよ。もう絶対的にポジティブ、ネガティブゼロという人はいないんですね。で、逆に絶対的にネガティブっていう人もいないんですよ。ね、全ての人はポジティブでもありネガティブでもあるんですね。だから絶対的に外向的な人っていうのはいないんですね。逆に絶対的に内向的な人っていうのもいないんですよ。ね、だから全ての人は外向的であり内向的でもあるんです。じゃあそのどっちの方が引き出されるかっていうのは人間関係によって引き出されるんですね。まあ、例えばなんかすごくネガティブな人に見えたとしても、そのネガティブそうに見える人がもっとネガティブな人に出会うと、ね、結局ポジティブになるんですよ、ね、もうちょっと頑張っていこうよっていうふうに励ましていたりするんですね。普通から見たら十分ネガティブな人なのに、そのネガティブな人がもっとネガティブな人と人間関係を持っていると、ね、すごくポジティブになるんですよ。で、同じようにね、なんか一般的にっていうか、一見内向的に見える人だったとしても、その人よりもっと引きこもってる人に、接している人間関係を持っていると、ね、逆にね、ちょっと外に一緒に行こうよというふうに声かけていたりするんですよ。世間一般的には十分内向的に見える人だったとしても、その人よりもっと内向的な人を見ると、まあ、結局、ね、もっと外に行こうよと、ね、ちょっと一緒に出かけようよというふうに声をかけていたりするんです。だから全ての人っていうのは、ね、ポジティブでもありネガティブでもあるし、ね、外向的でもあれば内向的でもある。じゃあその自分の、ね、外向的内向的っていうのは何で、もたらされるかって言ったら、人間関係によってもたらされるわけですね。どういう関係の中にいるかっていうので、自分の外向的な部分とか内向的な部分っていうのが引き出されていくということです。だから引きこもりの人がいるってことは、その残り3人の中に必ず外にっていうふうにこう焦点を向けてる人がいるっていうことですよね。だから人っていうのは目に見えないところで綱引きをしているということです、ね、綱引きをし合ってるんですよ、ね、すごくこう内に引っ張ってる人がいるというのであれば、逆方向で外に引っ張ってる人がいるから、その2人の関係の中で、ね、綱引きをやっているということです。もし、ね、外にこう引っ張っていこうとする人がいなければ、ね、内に引っ張る必要がないから、そんなに引きこもる必要がないんですね。で、一般的にはね、その外向的な方がいいとか内向的な方がいいとかっていうのはないんですよね。で、これはお互いにこうね、社会に対しては価値を作っていますから、外向的な人の、まあ、作ってる価値っていうのはね、どんどん外に出ていって、まあ、例えば人間関係を作り、ね、それがまあ結局例えば商人で言えば流通網を作っているということですよね。外向的な人がいなければ、なんかね、価値あるものが社会に広まっていくっていうことはないんですよ。で、外向的な人がどんどんね、価値を広めていくんですよね。
だからもし、全世界の人が全て内向的だったら、まあ、結局どれほどいいものがあったとしても世の中には広がらないわけです、まあ、自己完結しちゃうわけですよね。もう自分でいいものがあったとしても、それが完全に自分で完結しちゃって、ね、せっかくいいものなのに外に広がるってことがないわけです。外に広がるとしたならば、それは外に広げてくれる人がいるからであり、それは外向的な人がいるからですよね。だから外向的な人っていうのはそういうこうなんかより良いものを広めていく、ね、まあ商人で言えば流通網を作っていくという、まあ、そういう、ね、価値の提供をするわけですよね。じゃあ内向的な人っていうのは何か、じゃあ内向的な人っていうのは価値を作らないかって言ったら、もちろんそんなことはなくて、内向的な人っていうのは物事を深く深くこうね、突き詰めていくわけですよ、ね、なので社会っていうのをこう冷静に観察して物事ですよね。例えば法則とか原理原則とか、まあ、そういったものっていうのをすごくこうね、深く深くこうね、突き詰めていく、洞察していくわけですよね。だから結局世の中の、ね、法則とか原理とか原則、目に見えない力、働き、こういったものを明らかにしていく人たちっていうのは大概内向的な人たちなわけです、ね、なので哲学者って言えば内向的な人だし、科学者って言えば内向的な人なんですよね。でそういう人たちが、ね、世の中の目に見えない働き、力っていう原理原則、法則っていうのを明らかにして、その法則原理原則っていうのが、まあ、結局世の中を、ね、良くしていく。例えば飛行機なんていうのも全部目に見えない力を明らかにしたからですよね。引力であるとか揚力であるとか空気抵抗であるとか、まあ、そういったこう力学、全部目に見えない力学ですけれども、そういう力学を、ね、目に見える形、言葉とか数字に表すことができたから、だから結局飛行機っていうのが作られて、そしてまあ世界中の人が、ね、空を飛べるようになったということですよね。だから内向的な人っていうのはまあ哲学者だったり科学者だったりするわけですけれども、結局その目に見えない力ですよね。法則とか原理とか原則っていうのをどん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 明らかにしていく、まあ、そういう、ね、価値っていうのを持っているわけです。だから外向的だからいいとか内向的だからいいとかっていうのは全く、ね、意味がない考え方で、お互いに違う役割、違う価値を提供しているわけなんですよね。だから引きこもりの人がいた時に、いや引きこもりは良くない、外に出るべきだっていうのはおかしな話で、ね、別に外向的な人ばっかりだったら、世の中で外向的な人ばっかりだったら全然物事っていうのは深く洞察されないわけですよ、ね、完全にこうなんかね、表面上の浅いところで上滑りな感じになっちゃうんですよね。だけど、まあ、内向的な人ばっかりだったら、ね、せっかくいいものがあったとしても、せっかくいい価値があったとしても、それが全然外に広がっていかない、本当に自分だけの自己満足で終わってしまうということになるので、もうこれはね、お互いに役割が違う、作ってる価値が違うということなんですよね。でそうした時に、まあね、もし引きこもりの人がいるというのであれば、それはもう簡単な話で、ね、外に、ね、のばっかり 目を向けてる人がいると。だからその外に目を向けてる人にこう内側に目を引かせるために、まあ引きこもりという役割を演じているということですよね。もちろん本人は意識的にそこまで分かっているかどうかっていうのは別としたとしても、人間っていうのは目に見えないね、深い無意識レベルではそういう人間関係における綱引きっていうのをやってるんだということですよね。まあ、そうした時に、まあ、やっぱりね、例えばその外向的な人、外にどん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 目を向けていく人、まあ、仕事ばっかり、頑張ってる人とか、ビジネスの拡大とかにすごく焦点を向けてる人っていうのは、まあ、外に焦点が向いていっているわけなんですけど、ね、だけど、その人たちがね、じゃあ外に戦いに行くことができる。ね、結局その不確実に挑戦するとか、ストレス環境下でも頑張るとか、まあ、そういったね、外に頑張りに行くことができるのは何でかって言ったら、やっぱ内というものがあるからなんですよね。要するに帰れる場所、守るべき、帰っていくことができる場所、こうほっと一息つける、リラックスすることができる場所があるから、だから安心して外に戦いに行くことができるわけなんですよ、ね、もしそれがないと、ね、全くないとね、全然ね、その帰るべき場所がないと、リラックスできる場所がないと、ね、いうことであれば、これはね、もう戦いに勝てないんですよね。ね、要するにこう例えば戦争で例えるならば、ね、なんで戦闘機がね、飛び立って戦いに行けるかって言ったら、いざとなったら燃料補給で、ね、空母に帰ることができるからなんですよね。帰るべき空母という場所があるから、だから安心して、ね、飛び立って戦いに行くことができるわけですよ。でこれもし空母がないと、
ね、いうことで、ね、もう完全に片道燃料でもうね、飛んでいくしかないと、ね、もう帰るだけの燃料は積んでないし、また帰るべき空母もないということであれば、もうこれはね、特攻するしかないわけですよね。もう帰るべき場所がないわけですから、まあ、そうするともう負けるべくして負けるということになるわけです、ね、だから戦いに行くことができるのは帰るべき場所があるからなんですね。いざとなったら帰ってまたリラックスして燃料補給してもう一回、ね、戦いに飛び立つことができると、そういう場所があるから人っていうのは、ね、戦いに行くことができる。つまり外に戦いに行くことはもちろん大事なんだけれども、しかしうちに帰るべき場所があって、そしてその帰るべき場所を守るというのもまた大事なことなんですよね。でそうした時に外にね、焦点をすごく向けてる人が家族の中にいて、ね、そのうちというものに焦点が全然向いてないということになると、ね、このうちの帰るべき場所を失ってしまう。要するに、例えば家庭なら家庭っていう方、家庭が崩壊してしまうということが起きるんですよね。要するにこう車で行った時にアクセルだけがついててブレーキがついてないっていうことになると、まあ、事故を起こしますよね。それと同じで、あまりにも変化が急激すぎると、まあ、ついていけないわけですよね。不確実な状況があってもいいんだけれども、しかしね、もう全然確実な状況がないと。確実な状況ゼロで不確実しかないということになると、もうこれはですね、もうみんながそのね、この先がね、よくわからなすぎて、もうついていけないわけですよね、その変化の速さに。ね、だから、ね、結局その過程というね、ものがこう崩壊しちゃうわけですよね。まあ、人っていうのはやっぱりね、不確実な状況に挑戦してワクワクしたいっていう部分もあるし、人が成長するには絶対不確実への挑戦っていうのは必要なんだけれども、しかしそれは車で言えばアクセルとブレーキで言った時のアクセルの働きであって、ブレーキっていうのも必要なんですよね。ね、あまりにも速すぎると、ね、例えばそのね、もう時速、ね、400キロ、500キロで走った方がいいとかって言ったら、もう絶対事故を起こしちゃうわけですよ。もうね、そのカーブを曲がりきらないわけですよね、速度が速すぎて。だから結局こうある程度の速度で、ある時はもちろんアクセルをこうね、ぐんとこう踏まないといけないんだけど、しかしある時はブレーキで速度を落として緩めて、ね、安全にこうね、カーブを曲がるということをしていかないといけないわけです。でこれが家族4人だったとしても、ね、不確実に挑戦していく、家族4人で夢実現に向けて不確実に挑戦していく、ね、だから時にはストレスを感じて、そのストレスの中で頑張るということももちろん大事なんだけれども、しかし、ね、やっぱり時にはリラックスっていうのも必要としてるんですよね。ね、それがないと、ね、結局その変化の速さについていけないっていうことになるわけですよね。でそうすると、まあ、結局不確実な状況が、ね、ずっと続いてしまうと不安っていうのを感じてしまい、そしてこう家族っていうのがバラバラに崩壊してしまうということが起きるわけです。でそれを防ごうとしてるのが実は引きこもりの人なんですね。もちろん本人は意識的にね、そこまで考えて引きこもってるってことはないかもしれないんですけど、しかし人間関係っていうのは深いところの無意識では常にそういう綱引きをしてるわけですよ、ね、だからその自分にとって大事な家族っていうのを守るために、すごく内に引きこもって、外に焦点を向けてる人を一生懸命内側に目を向けさせようというふうにするんですね。でそうした時に、まあね、いつもだったら外にと、ね、とにかく仕事、ビジネスというふうに、まあ、やってる人が、ね、その自分の大事な家族の中に引きこもりの人がいるということになると、やっぱ心配ですよね。この人が引きこもってる、この子が引きこもってるということになると、まあ、心配ですよね。でそうしてこう、ね、いつもだったら外っていうふうに目が向いてる人が内に目を向けるわけですよ、ね、自分がの大事な人の中に引きこもりの人がいるっていうことになると、まあ、その人のことが心配になるから、ね、結局、ね、焦点を内に向けるわけです、ね、そうやってこう家族が、ね、こう空中分解してしまうのを防ごうとしている役割を担っているのが実はこの引きこもりの人ということになるわけです。で大事なことっていうのは、人間には絶対的に肯定的な人も否定的な人もいないと。絶対的に外向的な人もいなければ内向的な人もいないということです。すべては関係によって起きてるんですね。でその人がどういう人間関係によっての中にいるかっていう関係によって起きてるんですよ、ね、だからもし引きこもってる人がいるというのであれば、その引きこもってる人そのものその人だけを見てても絶対物事っていうのは本質が見えてこないんですね。
ね、なんでこの人は引きこもってるんだろう、なんでこの子は引きこもってるんだろうって、その人だけを見てても絶対物事の本質って見えてこないんですよ。そうじゃなくて、そのもし引きこもってる人がいるというのであれば、その人を取り巻いている関係を見ないとダメなんですね。人間関係を見ないといけないんですよ。もっと言うと、その、ね、人に取り巻いている場の力学ですよね。目に見えない力学、綱引きの力学っていうのを見ないと、なんでそういう状況になってるのかっていうのは見えてこないということです。もし引きこもっている人がいるというのであれば、それは簡単で、その人にとって大事な人間関係の中に、外に外に外にっていうのに、で外にばっかり焦点を向けている人がいるから、だから引きこもりの人がいるということです。じゃあどうやったら状況っていうのは良くなっていくのかって言ったら、簡単ですよね。ね、その外に外に外にっていう人が綱引きの、ね、綱を引っ張るのを緩めればいいわけですよ、ね、外に外に外にっていう人が一生懸命綱を外に引こうとしてるから、ね、逆に内に内に内にって言って内に引きこもるわけですよね。じゃあ外に外に外にっていう人が、ね、その綱を緩めて、しまえば、逆に引きこもりの人も内に内に内にって引っ張る必要がなくなるわけですから、緩まるわけですよね。具体的なことを言えば、ね、外に外に外にって言ってる人が家族に目を向けて、家族に対して感謝、要するに自分が一生懸命仕事仕事仕事、ビジネスビジネスビジネスっていうのをやることができてるのは、こうやって帰るべき場所があるからと、ね、いざってなったらすごくほっとしてリラックスね、して、ね、おいしいご飯を一緒に食べられるとか、安心してぐっすり眠れる、まあ、そういう、ね、安らぎの場、家族があるから、ね、まさにこう、ね、戦闘機が戦いに行くことができるのは、帰るべき空母があるからっていう、そういう家族のありがたさとか、家庭に対しての感謝っていう気持ちを取り戻したら、ね、引きこもりの人は、うちにうちにうちにってこう引っ張る理由がもうなくなるわけですよ。ね、うちにうちにうちにって引っ張ってたのは、外に外に外にっていう人を一生懸命に、ね、うちにこう、ね、焦点を向けさせるために引っ張ってたわけですから、だからもし 外に外に外にっていう人が家族に目を向けて感謝、家族に対して感謝、あ、自分が一生懸命仕事することができてたのはこの、ね、家族のおかげなんだと、いざとなったらこの家族が、ね、いてくれるから、だから安心してまたね、明日から仕事ができるとか、明日から働きに行けるとか、ね、明日からビジネスにね、専念できるというふうに、まあ、家族に対しての感謝の気持ちっていうのを取り戻して、実際家族に大丈夫だよと、ね、いうことを示してくれれば、引きこもりの人は強く引きこもっている理由はなくなるんですよね。でそうすると、ね、家族っていうのは崩壊しない、空中分解しないで済みますから、まあ、安心してね、いられるということです。つまり引きこもりの人は自分からたまには気分転換でちょっと外に出てみようかなっていうふうに思うわけですよ、ね、そういう、こう目に見えない働き、目に見えない力学、すべては、ね、関係によって起きてるんだと。その人は絶対的に、ね、内向的な人なんだよなくてないし、絶対的に、ね、引きこもりの人ではないんですよ。で、あくまでも関係の中で引きこもってるんですよね。人間関係によって自分のそのね、内向的な部分っていうのが引き出されてるんだということですよね。そういうふうにこう全部こうね、関係によって起きてる、縁によって起きてる、ね、縁起というのが見えてくるようになると、物事の本質っていうのが見えてくるということですよね。だから引きこもりの原因っていうのは簡単で、その人の引きこもってる人の人間関係の中に、ものすごく外にばっかり焦点を向けてる人がいるからということです、ね、そうした時にそのことに気づいて、じゃあね、その引きこもってるのは良くないんだとか、この人をなんとかね頑張って外に出さないととかってやってるうちは、絶対に物事っていうのは良くなっていかないんです、そうじゃなくて、ね、外にばっかり焦点を向けてる人がうちに焦点を向けて、そしてうちの大事さ、うちを守ることの大事さ、家族に対しての感謝っていうのを取り戻したならば、自然と引きこもっている人には強く引きこもる理由がなくなるので、自分から外に出ていくようになるというお話です。はい、今回の動画ですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。